はい、レオンチャンネルです。見てきたぜ、仮面ライダーガッチャードの映画のザ・フューチャーデイブレイク。泣いたわー。分かってたけど泣いたし、みんな割と早い段階で映画館がもうグズグズ言ってて、ルックバックかなみたいな感じの、だいぶ感動の涙を流してましたね。中盤で、僕も中盤で泣いた。いやもうね、今から言うのはネタバレなし感想なんで、安心して見てもらっていいと思うんですけど、まず、まあ、僕ら的には、ガッチャードの映画の予告がすっごい良くて、デイブレイク時空の滅んだ未来を現代宝太郎が助けに行くみたいな、そのオロチ事変で救ってもらったから。だけど、あらゆる仲間を失ってるっぽくって、リンネスら、そんな20年間は地獄だったんだろうっていうのが読み取れるような予告だったので、その絶望パートがどの辺まで描かれるのかなってところで、まあ、絶望したよね。まあ、絶望したんだけど、まあ、これね、うまいこと絶望パート希望パートのねバランスがすごく良くって、そこまで見ててそこまでねストレスはなかった。ずっと暗い気持ちになるじゃんみたいな、そういうのはねないようにすごく気を使われてて作られてましたね。まあ、中盤で泣いた理由はもうみんな行けばわかるわ。中盤終盤はマジで泣ける。なんならもう30分あってもよかったぐらいかな。ガッチャード側に気が入ってたけど、ブンブンじゃ不意疲れたわ。めっちゃ面白かったね。見た人みんなびっくりしたと思う。めっちゃおもろいやみたいな。これね、自分のハンドルを握るっていうコンセプトをもう一回描き直すみたいな話で、ヒカキンくんの登場時間もいい感じだったし、あとは今回用で出てくる怪人が異様にビジュアルがかっこよくって、固有能力とかも面白くってさ、なんかそんな大トロの部分を今回の映画で使っちゃうんだっていうぐらいいい設定の敵だった。で、みんなさ、運び屋とか調達屋とか情報屋、走り屋、警察屋じゃん、あと始末屋か、そのね、丸々屋の活躍がうまいこと分担されてて、でちゃんとメッセージもあって、すごい完成度高かったね。で全部で90分で両方合わせて、こっち30分こっち1時間でした。あとはサプライズがあるので、そこは黙っててねっていう風に公式から言われ、で公式としては日曜日の朝9時半にそれを解禁しますよってことだったので、それについては僕も特に何も言いません。まあ、ちゃんとおほうおえみたいなのはあったね。あとは入場特典だね。映画館に行かないとゲットできないレアなカード祭りなので、これが欲しかったりとか、あと予告で気になってた人が多かったせいか、結構ぎゅうぎゅうに近い感じでお客さん入ってたな。てかね、マジで映画見に行って、金土日で見に行って、ほんと面白いから。忘れちゃいけないのが、あれね、話としては混合ラボラトリーのその後だから、現代グリオンがドレッドの量産化に着手したところで映画が差し込まれて、でこの映画の後にカジキ編が始まると。未来グリオンは現代グリオンと全く別人扱いなので、ホータローとそのデイブレイクホータローが別人扱いなのと全く一緒なので、むしろ人格も違うかな。未来グリオンに関しては結構考察の余地がありそうなのと、それと僕が予告で気になったのがさ、グリオンって黄金鏡計画があるじゃん。エルドラド、世界を黄金に金色に染め上げて、その静かな世界で永遠に過ごすみたいな、そういう夢があるんだけど、それをさ、なんで世界を支配してんのに黄金鏡化進めてないのって思ってたんですよ、予告でね。そこもね、いいね。見て、その言葉尻から分かるようなことが結構あるから、本当分岐グリオンに関してはちょっともう一回見て掘り下げたいな感はあるな。これくらいまでなら言っていいかな。まだ初日の昼間なんで、とりあえず感想としてはそんなところで、ガブの活躍良かったし、ね、やっぱ動いてると普通にむっちゃかっこよかったね。それとガブの意外な面というか、そういうのみたいなのもあるので、いやー早く言いたいけど、これもまだまだ解禁前の情報なんだろうなって感じで、ブンブンジャーも相当面白くて、ガッチャーとは期待通りの絶望希望のね、いいバランスの内容になってましたので、ぜひ映画館で入場者特典がもらえるうちに見に行ってもらえればなと思います。まあ僕はもう一回見に行きますよね。あとだってムービーチケット2枚ぐらいあるし、映画を見たその足でご地蔵のねデラックスアイテムゲットしてきましたね。この辺だったりとか、あとこの辺も追加で買ってきたわ、ライドキー緑か。またこの辺りもすぐおもちゃ動画出したいと思います。以上、レオンチャンネルでした。